つ？野菜と椎茸、うん、あともう海鮮の、あ、海鮮ね、エビとかそんなんね、うん、ちょっとホタテ、ホタテも入ってんだ。いや、こんなん食べたことない。昨日あのリーハナさん良かったんだけど今日今日ダメだね。2日間頑張るの大変ね。はい、いい？いいよ。はい、じゃあ持っていくね。ジャムさんどうなの？もうどっちでもいい。これジャムさんかな。これジャムさん。はい。うん、よし。教えてるところがいいんだよ。いやいや、もう小暮のあの貧乏なバッティング見てる。いや、もう教わってるんですよ。え？そう、教わったから。もうワンレッスンはもうある。いや、もうお前が何歩健さんに教わっても怖くない。いや、もう大丈夫。ちょっと見てやってくれ。怖くはないですよ。ちょっと見てやってくれ。怖くはないですよ。見てやってくれ。さっきちょっと落ち着ける感じで。ほら。ああ。良くない？いや、もう俺がケンさんがもうティーにボールを置いてることがもう画期的すぎて。吉田選手の。いや、お前全然。吉田選手と比べんじゃないよ。大丈夫です。ちょっと踏み込んでって。もういいよ。もうちょっと体重があればな。体重があればな。左で打てるな。左すごいよね。俺もっとダメかと思った、うん、左でもスイングいいっすもんだって。右より。あ、そうなの。はい、右知らないけど。もう右だったらもう なんてことないです。もうアウトコースにピュッとスライダー投げときゃもう全部引っ掛けてくれる。ああ、いいよ。それいいよ。人を送れ。これさ、はい、やってたらさ、絶対飛距離伸びるよね。多分もっと打てると思う。昔これ飛距離が、これですね。あ、これは1100。はい。研さんバット、研さんマスコットです。研さんの1000もある。はい。ここに多分あの畑に入れてるんですよ。ちょっとヘッドして。ヘッドして。いいじゃん。か。それはないけど。マジで。おー、いい。もう本当ワンレッスンで。もうサムネ決まったね。サムネ決まった。TK 特製か。
醒か。覚醒。か。クエスチョンマーク。クエスチョンマーク。飛距離アップ挑戦。300ヤードの冒険者です。250ヤードです。サムネ決まったじゃん。覚醒か。ね、いいっすよこれ。いい。そうそうそう。そしたら体で、はい、あの腕腕力だけで打たなくていいから、はい、疲れない、はい、逆に、はい、楽にして楽して体をこう大きく使って楽して打てる、はいはいはい、だから体重も乗るし、はい、そうですね、こうやっててこうやっていくよりもそうですね、ためがってこうやっていった方が、はいはい、これに対してはね、いいよいいよ恥ずかしいから人様に見せれるようなバッティングしてないからあー全然いい、腹つけて全然いい、いやだから大きく使えば体もそれだけを、はい、大きく使えるから、はい、自然と意識しなくても回るわけ、はいはいはい、反動もある、そうですね、自分でそう反動で、反動でほらだってこうやったらもう嫌でも回るみたいな、そうですね、だから力入れなくていいじゃん、こうやっててこれをこれで飛ばそうと思ってもやっぱ、はい、そうですね、結構力入れる、これじゃ、はい、まあ、そういう練習もある、はい、練習もある、でもまだそこまで行ってないから、そこまで行ってないそんな簡単に行くかお前そこまで行ってないからまずは、はい、まずはの使いを、ま、分かる、そうそう、体の使い、そうそうそう、もうすぐ次行きたい、行かおうとしたらな、もうその辺の余っちゃうと一緒だよ。それを打てば、テーボールこうやって打てば、はい、打てると思ったらダメだ。そうですよね。それを1ヶ月やって初めて次行くんだよ。もういいよ。だからしかしうまく打つな。いやでもいいよ。全然いい。オクラステップ。だから。そんなに力入れてないと思うんで自分の中で、はいはいはい、だってこんな喋りながら打てるわけです、そうですね、でも全然いいよね、はいはい、球だって全然いってるよ、はい、そうなんです、定位置ぐらいまでは飛ぶかもしれない、そうそうそう、まだ定位置ですねでもそれでも軽く飛ばせると、定位置あのちょっとできます、そうこの間やった時全然飛ばなかったんですよ、もうなんかゴルフで行ったらもうこうやってライン出しプーンってしてるみたいでも、はいはい、っていうイメージだよバッティングで、はい、あもう定位置まで行っちゃう、はい、もうちょい足大げさにやっていいから、体の使い、そう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 、ほら、あ全然違う、もったいないからやめとこう、この辺でだこれがさ、またこう速いボール打つとなるとまた別なんだけど、はい、まだ最初のそこまでは、はい、体の使いはさ、そうそう。そしたら楽に飛ばせますよっていう。はい、このうち、はい、体の使い方の第一段階。入門編。入門編です。入門編。そう。いいだろう、なんか打ってて。すごい体もねじれてる。ねじれてるし、はい、力もそんなに入れなくて。はい、すごい入りました、そうだろ、トマトとか、あ、そうそうそう、ね、そうなんだよ、ね、そうすると今みたいにミート率も悪くなるし、はい、スイングも悪くなるでこうコース悪くなっちゃうじゃん、はい、もう早く打って、ああ、はい、助走もなかったです、はい、素人みたいにやってるか、いやもうこれで違うためるじゃん、貯めてから、空気の音が違いますからね、うんうん、いやバットの音が、いやだいたいね向こうで聞いててね、音でね、あ誰が打ってるか分かるから、もっと体を下を使ったりとか、もっと低くやる、あ、はい、でも上体も丸まっちゃった、
立てといて、はい、こうやって、はい、で、上げて、そしたらバランスいいじゃん。あ、そうですね、バランスいい。これ見て、まあいいよ、こぼれてる、こうやってて、はい、吉田選手なんかそう、はい、あ、そうですね、こちょっとこうですね、力入れなくていいです。もうこっから、こっから、へそから上は力入れなくて。で、上げて、回すときに、回すときに、ついたときに、ここだけ、ぶっと回す。ぶっと、早く。ぶっと早く。そしたら体が、上も勝手に回ってくる。はい、ついてくる、はい。だってさ、腰回ってんのにさ、こっちは、回んなかったら遅れちゃうだけじゃん。はい、絶対、回したら回ってくるから、こういうふうに。絶対。そうそう、もうこの回転いかにヘッドスピード上げるんだったらだけちょっとタイムちょっと本家です本家はやっぱ宇宙から飛ばなかったです。センターからこっちしか。プロヒッター。そうそう、プロヒッター。いや、入れといて、最初から急にやると、あの、やめてくださいよ。いやいや、あの、あれ、あの、ダウンみたいな。今左振ったら、はい、そうです。ダウン、ダウン。全然左の方がいいですよね。セクシーですよ。今更だけど。野球選手ないだからね。左の方が全然良かった。左の方がいいわ。ゴルフも今から左にしろ。串揚げのプロ。トゥデイ串揚げ。トゥデイ。バイ串道場。いや、YouTube だよ。YouTube 上げていい？どんどん上げちゃってください。大丈夫？お店の宣伝一緒でも。そうだよ。串道場。あ、あれだ、T シャツね。はい、うん、まあ。あと中のやつも。